今日、無事に初日を迎えられました。初日なのでちょっとくらいのミスは多めに見て SNS には書かないで、わら、ハイド、画像、カリスマティックなステージングでファンを魅了ハイドが、6月22日にゼップ羽田、東京にてライブハウスツアー、ハイド、インサイド、ライブ2024をスタート。会場に集まった、ハイダイスと、お前に、圧巻のパフォーマンスを披露し、 大盛況でツアーが開幕したツアー初日のこの日は、ファンクラブ、ハイダイスト、限定ライブ、609、マットクオリアや、ハイドならではのカバー曲も披露するなど、熱いパフォーマンスを繰り広げた。ハイドは、今日無事に初日を迎えられました。初日なので、ちょっとくらいのミスは多めに見て SN、SNS には書かないで、わら、と MC で会場を和ませながらも、 序盤からアクセル全開のライブパフォーマンスに、フロアを埋め尽くすハイダイストたちも大歓声で応え、大いに盛り上がりを見せた。また、いつも応援ありがとうございます。昨日はテレビ番組に出たり、その前はオーストリアに行っていたり、ジェットコースターのような生活だけど、忙しい方がいいのかなとコメント。最近の充実した活動を振り返った。10月に神戸、 幕張で開催される追加公演も含め、全国8会場17公演のライブツアーを繰り広げるハイド。さらには多数の夏フェスにも出演することがすでにアナウンスされている。最新作のライブ映像作品、ハイドライブ2023は、6月20日発表の最新、オリコン週間ブルーレイディスクランキングにて初登場1位、2024年6月24日付、 その他、音楽作品の DVD とブルーレイディスク、イカ BD を合計したオリコン週間ミュージック DVD、BD ランキングにおいても初登場1位を獲得。さらに、待望のニューアルバムハイド、インサイドが今回にリリースとなることも発表され、その勢いは止まることを知らない。今後もハイドの動向に注目だ。